したの？なんか元気ないね。みんなのあんな楽しそうな顔、最後に見たのはいつだったでしょうか。ユミちゃん、私は皆さんに少し厳しくしすぎていたのかもしれません。ユミ、楽しむときは楽しまないと損だぞ。屋台の肉もいつまでも残っているわけじゃないしな。ホムラさん、要はメリハリだ。楽しむときは楽しんで、食うときはたらふく食う。私たちはそうしているぞ。自分に甘い連中が言いそうなことだ。いい年して学生気分の抜けない女に言われたくないな。いい年をしてだと？事実だろうが。ホムラちゃんやめなよ。せっかくみんな楽しい雰囲気なんだから。な、アスカはミヤビの肩を持つのか。見損なったぞ。それはこっちのセリフだ。善人の手助けなど私はいらん。もう二人が大人げないから止めに入っただけなのに。大人げないとはなんだ。私は大人すぎるほど大人だぞ。大人のくせに学校でセーラー服着てるんだよね。全くその通りだ。おしゃべりをしている暇があったらさっさと刀を抜いたらどうだ。格下相手の戦いはさっさと終わらせたいからな。格下？おいアスカ、お前を指名してるみたいだぞ。なんで私が格下なの？格下はホムラちゃんだよ。そんなわけあるか。皆さん落ち着いてください。ここで戦ってはスパリゾートに迷惑になってしまいます。ですから、どうしても今この場で決着をつけたいのであれば、古来よりの決闘法、忍び騎馬戦で雌雄を決するというのはいかがでしょう。忍び騎馬戦？